ちゃ、こんにちは。さあ豊さん、はい、ジャイアンツが秋の秋季練習を打ち上げたということで、はい、まあ結構ね若手選手なんかもみっちりそこでちょっと鍛え上げられてたのかなと、うん、そのためにやってるからね。そうですね、阿部監督も直接指導されて、はい、まあいろんなことを選手に伝えたりとか。でもこれが大事だな、このオフの過ごし方。オフの過ごし方、これで変わるよ。まあ、11月、12月、うん、1月です、ね。でまあ、秋のキャンプっていうのは、はい、まあ、自分の課題とかね、まあ、そういうのを克服するために、まあ、練習し、はい、何かをこうきっかけをつかんでほしいんだよね、うん、でもきっかけをつかんで、よし分かったって頭の中で処理するか、うん、それを体に叩き込んでいくのか、うん、これはもう自分しかないからさ、はい、これからが大事だな。結局2月のキャンプインと同時にもう仕上がって体は来ないとダメなんですね。まあまあまあ、そうだね。だからまあ継続していかないと、うん、この体の維持というか、はい、そういうのはしていかないと怪我にもつながるしな、うん、その阿部監督が迷ったらやれということで、はい、質なんかいらない、とにかく量だということを訓示したということなんですね。いやだからチームがまだ若いしさ、はい、若手が多いから多分そういう言葉になったんだと思うよ、うん、まあ、中堅からベテランの大人のチームであれば、はい、そういう言い方しなかったと思う、はい、ただやっぱりとっさに出てくることって、やっぱり質をこう上げて練習することも大切だけども、やっぱり量をこなしておくっていうのはすごく大切なことだっていうのは分かる、うん、時期的に違うんだよね、はい、だから猛練習猛練習って言ったらさ、うん、もう阿部監督がなんかもう時代遅れだとか、うん、もうちょっと科学的にやれよって言うかも分からない。これ擁護しとくと、はい、若い時ってどんな質よりも量をこなしておいた方がやっぱとっさにパーンと無意識のうちに出てくるんだよね、はい、バットが。それは俺は体験してるし、そういうことを言いたいんだと思う、うん、で特にこの時期はっていうことなんですよね。そう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 、この時期しかできないからね、うん、体を追い込むっていうことなんですよね。で阿部監督、毎日不安に駆られろ、一瞬たりとも野球のことを忘れるな、はい、今まで一番やったんだと思える自主トレにしてきてくれ、うん、あとメリハリをつけてちゃんと計画を練って、遊ぶときは遊ぶ、やるときはめちゃくちゃやる、質なんかはいらない、とにかく量だ、迷ったらやれ、というふうにシンプルに練習量を求めたと。まあ、不安を持つっていうのは大事なことだな。やっぱ不安が緊張感を生み、うん、その緊張をしないために練習をするというかさ、積み上げをしとくっていうね、はい、まあ、そういう循環になってるから、うん、まあ、不安っていうのは決して悪いことではないという、はい、野球界でね、うん、生きていく不安、それは常に持っといた方がいい、うん、そしたらいい緊張感を生むからね。そうです、それは俺は賛成だな、うんうん、どうなんですか、昔豊さんがやっていた時より練習量っていうのは少なくはなってきているんですか。科学的になってる分少なくはなってきてるよね、うん、でやることが違ってきてるよね、はい、だから俺らはもうひたすらバットを振るとか、うん、ひたすら走るとか、はい、まあ、そういう練習だったけども、今はウエイトをやるとか、はい、走るよりウエイトをやっとくとか、うん、練習やる種類は変わってきてるよね、うんうん、例えば秋季練習、秋季キャンプ終わりましたとなると、はい、各選手たちっていうのは普段は練習って言ったらどこでどんな風なことを、まあ、室内練習場とか、うん、まあもうね、練習やるところはいっぱいたくさんあるだろうから。毎日通うんですか。毎日っていうか、まあ、11月いっぱいは毎日やってても、うん、12月に入って12月1月っていうのは週に4回動こうとか、うん、この週は3回にしとこうとか、うん、まあ、そういうことになるよね。例えば野手だとバッティングにしても走るとか、うん、どういうことに重点を置いてやるんですか。だからね、体がね、なまらないように、うん、適度に張りを持たせてるぐらいの感覚でやってるよね、うんうん、その練習量が足りてると思えば練習量は減らしてもいいし、はい、まあ、自分のさじ加減だよね。だからそれでやるよ、うん、豊さんは例えばバッティングとかだとどういうふうに練習してたんですか。だからマシンを打ってたよ、ね、マシンを打ってた、まあ、一人で打つ時もあれば、はい、2,3 人で打つ時もあって、うん、だからそれを自分の課題としてどこを克服したいかっていうことを自分で決めて、うん、まあ、やってたよね。あとランニングは軽めのランニングなんですか。体がちょっとなまったなと思ったらダッシュを入れておくし、うんうん、体に張りがなくなったなって言ったらダッシュ入れるし、うん、で今日は持久にしとこうとか、うん、ベテランになればなるほど休まなかったな。取り戻すのに時間かかるから、もうそれがめんどくさいんだよ、ね、それに根気がいるんだよ。そうかそうか。とにかく毎日3キロから5キロは必ず走るようにはしてたよ。あ、そうなんですね、うん、なまらせないように。そうそう、忘れないようにってことですね。まあそう、まあ、忘れるっていうことはもうベテランになったらないけど、うん、まあ、若手だったら忘れるっていうことはあるよね。
まあ、だけどそうやって体がなまらないように、まあ、トレーニングは入れとくとか。でも若手の時っていうのは休んでもいいけど、やる時には本当に、まあ、安倍監督が言ってるように、はい、まあ、しっかりやった方がいいよね。そうなんですね。あとはそのやっぱり体を大きくしてほしい、まあ、巨大化を若手に推進ということで、米食べて寝る前にペヤングでしょ、飲み物はコーラ、週に4回ぐらいは焼肉食べ放題に行って間食にチョコ食べてねとジョーク混じりに超高カロリーの食トレを提案したということで、暴飲暴食を推奨しているっていうわけではなくて、高卒の育成選手はやっぱ線が細い選手が目立つと、で将来的に140試合を超えるペナントレースでやっていくためには何か一芸がないと生き残れない、その一つとして体重を増やしてパワーをつけるとかは大事になるよねというふうに話されたと。俺らはいかに太らないようにっていうのは気をつけたけどな。逆だ。いや走り屋だったから。あ、豊さんそうだ、走らなきゃいけなかったから、まあちょっと考え方はちょっと違うけども、うん、食べて動いてたよ。うんうんうん、だ俺は若い時ってキャンプの時食堂に入ったら、はい、最初から最後までいたような感覚だもん。その分食べた分だけ消費をカロリーしようと、カロリー消費をしようとしてたから動いてたけど、はい、食い力っていうのはやっぱ必要なんだよ、うん、食う力っていうのは、はい、夏場とかね、うん、人がバテそうな時にバテなくなるよ、うん、ただね今はねいいサプリメントがあるからそうですね、それで補えば俺はいいと思う、うん、無理して言葉を借りればペヤングコーラとか、うん、なんか最も体に寝る前にそうなんですよ、ちょっと悪そうな感じもするし、いわゆるこれずっと続けてたらちょっと健康的に大丈夫かなって、まあまあ相撲取りじゃないんだから。そうなんですよ、ね、そんな体重増やしてもっていうことはあるけども、うん、でもいいサプリメントをね勉強して、そうですよね、まあ、摂取するようにすると、うん、体に負担をかけなくても体はボールは大きくなると思う。うん、だからまあそういうことをしてほしいなって、プロテインとかね、うん、まあ、いろいろあるだろうし、多分正しいパワーのつけ方っていうのがあると思うので、ちょっと間違えたやり方してしまうと故障につながったりとか、それが、まあ、安倍監督も分かってるよね。だからもう新聞とか記事になるように喋ってくれてるんだと思うけど、ね、だけなんでしょうかね。あとあの他の競技の取り組みにも目をつけたということで、はいはい、テレビで見たんだけど、東海大のラグビー部、部屋で毎炊飯器で米炊いてさ、午後なのかな、それごと売ってたよと驚きの光景だったようで、まあ、同時に食べる量を増やすための工夫として、白飯だけで飽きたらいろいろなアレンジをして食べればいいからね、今ネットで調べれば簡単にできるからということで、好みの炊き込みご飯のレシピも提言したということなんですけれども、まあ、勝負するのにやっぱ体っていうのは大事でね、やっぱりね、うん、いかに鍛えてるか、締、はい、まった体で鍛えてるっていうのが一番いいよね。例えばでかくてブヨッとしてるのが一番困るし、うん、はい、やっぱ体を作ってほしいっていうことだよね。例えばあの中日の中田選手は10何キロ15キロかな、あの減量をしたっていう、体のキレっていうことでやっぱ重いんだと思うよ。やっぱ1周まで走れなかったら野球選手としてアウトだからな、うん、そうですね、まず走るっていうことか、走るっていうことはな。一時期その巨人にいた時は秋広選手とのその一緒に自主トレの時にやっぱ秋広選手に米炊かせて何合みたいな感じで言ってたりはありましたけど、まあ、教えるために秋広に自分も食べてたみたいな、うんうん、美味しかったぜみたいな、自分の方が自分の方がでかくなってな、うん、あと逆にその柳田選手が日本シリーズやっぱ出てきた時に10キロぐらい6キロぐらいかな、減量というか痩せて出てきて、けどそれはやっぱ怪我、まあ、でもね やっぱりね太っていいことはない。うん、20歳とか25ぐらいまでかなの選手はやっぱ体を作るためにでかくするためにやっぱ食べなきゃいけないし、サプリメントも取らなきゃいけない、うん、でもそこからその体を維持していく、はい、年越えたらやっぱこう太るとやっぱ怪我にもつながるし、はい、あまり太らない方がいいよね。安倍監督と一緒に練習やった若手っていうのは本当は今年も若手を使いながらだったじゃない、はい、だそういう若手が多かったからもうちょっと体を作ろうよって、うんうん、体に余裕がないと力出せないよって、はい、いうようなことだと思うよね。そうですよね、うん、やっぱりあのダルビッシュ投手も大谷選手もそうですけど、やっぱり日本にいた時よりもさらに巨大化というかパンプアップしてる。ただそれは大食いしたからとかじゃなくて、きちんと理にかなった、まあ、トレーニングを積んでね、サプリメント取ってね、食事だったりとか、うん、だけどやっぱダルビッシュと対談した時に、いや俺肉が好きで未だにこうやって食うんだって言ったら、うん、いやそれは豊川さんの体の仕組みとしては最高ですよって、うん、力ですよ、それは大事にしてくださいって
いや食べることが悪いって言ってるんじゃない、うん、ダルビッシュは言ってた、やっぱそれだけ僕が肉を食べたりとか、うん、いろいろすると肋骨の動きが悪くなる、ここで感じるっていう、だからそんなに食べないと、うん、最高のパフォーマンス出すためには、うん、自分の食事量だとか、はい、そういうものをやっぱ勉強してほしいって言ってた。そうです、ね、で何をサプリメントで、ね、補強したらいいかとか、うん、そういうのを勉強すると、あ、すごく体が動きやすくなりますよいうのは教えてくれたけどね。そうですね。だけど豊さんはそれだけ年を取っても食べれるっていうのは強いんですよ、うん、体が。うん、多分強いですね。だからそれはもう豊さんの強みですねっていうふうには言われたけどさ。安心して肉食べられますもんね。もうバリバリだよ。バリバリ。スタッフと食べても誰よりも早く食べますもんね。もうな。すごい。胃にもたれたことがないんだよ。そうですよね。で終わった後アイスも食べてますよね。あ、もうそう言うなお前。怒られるお前。俺は減量してるっていう風にしてんのに、まあ、減量はね今一生懸命やってんだよ。痩せないんだよ。食べてるからです。そうなんかな。いやできるだけ抑えるんだよ、はい、寿司はちょっと大盛り食べちゃったけどさ今日大盛り食べてましたバラチラシで。そうですよね、あの食べられるっていうのは若いっていう証拠ですよ。若いっていう、まあそうだな、うん、強みですよ。まあそれは強みらしいんだよね。そうですよね。だからもうそれは継続していきたいなとは思うけど痩せたいとは思ってる、まあ、でもこの年になったらなかなかやっぱ痩せないな。代謝は落ちますよね。代謝落ちるのとやっぱね、うん、運動量が減る、うんうん、で運動量をこうそれより越しちゃうと体に負担がかかってくる、うん、だから悪循環なんだ。特にスポーツやってた選手ってやっぱ現役やめた途端にやっぱ食事も食べるけど動かなくなるからっていうのは聞きますよね。で動く量も昔だったら5キロ走ってくるとか、うん、そんな簡単にできてたけど、うん、今5キロ歩くのも大変なもんだよ。いやだからもうそれが続かなくなってくるんだよ。だから痩せないんだよ。結局家でもねずっと同じ場所にいるとかね。そうだ、何往復ハワイしてるか座ったまんまで、ね、座ったまんまでね、うん、ただね、まあ、若手の選手は力をつけてほしいということで、そうそうそう、ね、阿部監督が言いたいのはこう暴飲暴食とかではなくて、そらそうだよ、とにかく、体をね作って、うん、体に余裕を持ったら、うん、プレーも余裕が出てくるっていうことで、今の若手の選手も例えばダルビッシュの動画だったりサプリメントの方法、はい、いろいろ調べて取り入れてる選手も多いでしょうし、もう100種類以上だからねダルビッシュは。そう全部勉強して調合して、うん、その体調によって摂取してるっていうからな。本当に微妙な変化にもだから気づけるっていうことですし、若手の選手はね、はい、ちょっと自分なりの何かこうね、そうだよ、体力作りっていうのを自分流のを編み出して、はい、キャンプ1軍目指して頑張ってください、はい。